結局はお茶もしたらしくて、お茶スタバしたの、スタバはいけませんねなあドトールならいいけどもう捨ててもな、それ超いけるけど、あブラスです。あいちゃんです。はい、今日はねヨガインストラクターのカナさんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします。顔が小さい、でもちょっと今のこれは鼻についたちょっとしたところにね、なんかしくじりが出てくる気がするあのね、かなさんのね、今日のお悩みは彼女の友達と連絡を取ったり仲良くしすぎるのはどうなのか。どういうこと？レズビアンのことなんですか？あ、全然あ、つまり彼氏が他の女友達と仲良くしてるのを見ているとイライラしてどうしようもなくなるってこと？はい、私の友達です。どんな風に仲いいの？一緒に誕生日のネックレスプレゼントを秘密で買いに行ってたらしくて、かなさんの誕生日にプレゼントするためのネックレスを、はい、女友達とその彼氏が一緒に買いに行ってたらいいやん。そういうのではなかったの？それは誰向けのプレゼントだったの？私に向けての。え、じゃあいいやん気にしすぎ。以上です。いや、あのね、彼の友達に聞いてるんやったら分かるけど、なんか自分の友達と連絡を取ってるってことやんか、うん、急にどっかで、うん、で普通にプレゼント何がいいかなっていうんだったらもう聞けばいい話を、なんでわざわざ連れ出して行ってんの？なんかでもさ、男からしたらさ恥ずかしいね、お店に行くの、うん、ほんまにそれをプレゼント買いに行っただけやったの、はい、結局はその後お茶もしたらしくて、お茶スタバしたの、スタバはいけませんねなあドトールならいいけど女性の友達側はこれは秘密にしとこうって言って、それは嫌やな、なんで友達は言わんといてって言ったんやろな、なんかそれは言った友達、あんたさ、ちょっとうちの旦那と、旦那じゃないわうちの彼氏と私へのプレゼント買いに行ったのは、まあまずはありがとう、でもちょっと聞きたいことがあるっていう風に聞くやろ、それ先輩なんですよ、一応、うん、それは言いづらかったです。あ、じゃあ言ってないんや、それは、はい。彼氏は何て言ってんの？その彼氏は嫌な気持ちさせたんなら悪かったけど、あなたのためだからねって。彼氏に言わんといてって言ってんのおかしくないって彼氏に言ったら、そしたら彼氏は分かんないって感じ。そうなんです、ごまかすんや、ごまかす感じ。はっきり聞いた？でもXとかしてへんやろなって。もちろん。そのネックレスはさ、はい、今日してきてへんの？してないんです。してこいよもう捨ててもたん、それ超いけるけど、それ秘密で、あっ捨てしまったいやいや捨ててないよ動画用にそういうこと言っていただいてるだけよ。 LINE は何？そのあれ一度きり道端で見かけたみたいです。その女の子を見かけて、はい、見かけて、あれ今いたって LINE してました。え、どういうこと？別にあの子そうだよねみたいな会話にはなんなかったの？そこでは出勤時に一人で、それはちょっと可愛いです。それは普通だよおったやろっていうのは、それは大丈夫やって。ちょっと嫉妬深いな、やきもちやね、すごい好きなんやね、うん、旦那さんが羨ましいな、こんなにやきもちしてくれて。旦那さんちゃうわ彼氏やきもち強いから浮気のこうボーダーラインみたいなのがすごい低そうやね、うん、どこまでが浮気なん？秘密でご飯に行ったら、明日はもうとりあえず2人で出かけてること自体がもう嫌って感じなんや。嫌ですね。だから秘密ってのが嫌なんじゃん。俺でもその気持ち分かる、うん、でもあれちゃんはどう？相手が何もこう言わんとさ、秘密で誰か違う女と会ってたみたいな、秘密で会ってそれ第三者から聞いたらちょっと嫌だよね。俺はもう連絡取れんくなったらしつこく電話するかな。今どこおるん？何してんの？浮気してるやんっていう。じゃあね、それを言うのは否定するかどうかの相手の反応を見るために言うだけで、別に仮に浮気してたとしても俺な、意外とそこはでも戻ってきたらいいかなって思っちゃう。なんかでも戻らないかもっていう恐怖があるから多分やきもち。そうやろな。対処法が正しければ浮気してたとしても、いやもう俺はやっぱりブラスがいいっていう風に安心させてくれる言葉があったら許せちゃう。でもちゃんと検査だけしてよって、病気になってへんかみたいな。カノさんはだからさ、はい、自分自身が浮気しそうになったこととかないの？ないです。あるんちゃん本当に今なんかちょっと怪しかったですよ。他の男性と話すときは全く女とか出さへんの？出すときもあります。出すやんか何のためにそれは出すの？かっこいいとか思ったらちょっとグってなりますね。やっぱブサイクな男とイケメンに対する態度は違うでしょ？確かに。そうでしょ、はい、彼氏があんま可愛くない他の女の子の前では普通の態度やのに、可愛い女の子を見て、うん、
今度奢ってやるよみたいなとか、なんか格好つけてたらどうする？ね、いやいやな。オス出してたら、お互いバレずにやるのを突き通すしかないよな、多分。もう飽きたやろこの話。なんか飽きてる感じやもんな。うーんってなんかブラちょっと直したもん。どれぐらい付き合ってるの今の彼と？前の彼の話。今彼じゃないんかい。じゃあ悩んでないやんそれ。もうかっこいいよ。